おはようございます。まず起きたばっかだよ。髪の毛やばくない？やばい。チャレンジです。 OK チャレンジ。なんかさ、はい、何色はさ、うん、持ってるの今はね。本当はもっとここにあるのに今切らしてる。20です。まあ、よく聞かれるよね、何色使ってるのって。そうだね、なんかみんな気になるよね。だいたい26から30ぐらいあります。イエーイ。今はここにあるのは20色。じゃあ、はい、まあ、同じ絵を作って一つは少なめ、6色、うん、うん、しか使わないで、うん、で、その次の絵は、うん、全部使う、20色。20色使う。うん、最初は白、黒、黄色、オレンジ、赤、これかな、ブラウン。ブラウン。 OK、 じゃあこの6色で何かね、描いていきたいと思います。はい、 OK、 お願いします。じゃあ6色ね。6色これはね、ベロちゃん、あんまりね、難しくないですよ。あ、そう？多分黄色ね、全部黄色でいきましょう。うわー、もう出てない、これ終わっちゃった終わっちゃった。うわー、黄色ね。キャンバスとね、紙に描くのとまたちょっとね、描き方が違うんだけど。あ、そうなの？全然違う。全然違う。何が違うの？え？何が違うの？使う量。おお。もう紙ならね、これやったらもうアウトだ。はぁはぁ。多すぎる。で、オレンジ。オレンジね。オレンジいきまーす。なんかもう、綺麗。もう綺麗。オレンジね。オッケー。ブラウン。次、ブラウン。で、黒。ブラウンと黒。おお。ちょっとオレンジ。で、ここにね、ちょっとこうやります。で、またもう一回ちょん。こうの、こうの、OK、白、黄色、オレンジ、赤、ブラウン、ブラウン、また、白、黄色、赤。そして、はい、で、白で星を飛ばします。これね、フェインティングナイフの上につけて、タタ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 、わお。で、ここにチョン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 、これわお、わお、あら、タタタタン、わー、エジプトだ。エジプト。これで？うん。赤、ブラウン、黒。ちょっと水っぽくする。ダン。星もつけます。はい、星もつけましょう。これ綺麗だね。6色。なにこれ、石っぽいね。はい、完成。6色。あー、またね、じゃあ鳥ちゃんもつけよう。鳥ちゃんこれでね、じゃん、はいはいはい、っていう感じです。じゃあベロちゃんの大好きな何色？黒？え？私はピンクだよ、ピンクでしょ。はい、これで白、ピンク、これね、色使うでしょ。うん、ふん、ピンク1、はい、あ、ちょっと待って、うん、ピンク1、うん、ピンク2、ネオンピンク、ネオンピンク、で、紫、5色、6色、こんな色。おお、キモいな。キモい？これでしょ。
16、17、18、19。終わった。近ちょっと。緑。黄色ね。うん。紫の街、ネオングリーンの街。もう2色いったね。あ、使っちゃった。上手だね。あらあら、下手くそだね。なんで最後にやっぱり、あれあれ、1色足りねえ。どうしたどうした。真面目だから。真面目だから、早めに終わらせようと。はい、いくよ。取ります。取った。ここはね、ホール。おー、シルバーの星をいきます。ダラン、やばくない？いい。ダラン、うん。そしてベルタの好きなピンク、ピンク、キモい。こっちはグリーンの街、こっちはピンクの街。全部使ったじゃん、本当に。全部使った。結構余裕で全部使ってる。20色、これが6色。全然違うね。ああ、どっちもかっこいいね。どっちがいいですか、皆さん。僕は普通にこっちがいいと思います。でこれはあんま世の中に存在しないよね。はい、ということでこんな感じで書き比べ、6色と20色使ったらどういう変化が行われるのか。まあ変化っていうか、まあ違うだけ、違うかもしれない。みんなどっちがいいかね、よかったらコメントください。うん、okay? まあこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。またこういうのやってとか、こういうチャレンジしてとかあったらね、よかったらコメントください。うえ、アディオスアミゴ、アディオス、バイバイ、バイバイ。